アルタクセルクセスの墓所がある、ナクシェ、ロスタム、ペルセポリスの見取り図、ピンク色の部分が、アルタクセルクセス一世による、造影部分。アルタクセルクセス一世、アルタクセルクセスロンギマヌスは、アケメネス朝ペルシアの大王。先代の王クセルクセス一世の子で時代の王、クセルクセス二世の父、古代ペルシア語の原型はアルタクシャサで、天職に属する、国の持ち主を意味する。 アルタクセルクセスは古代ペルシア語によるペルシア王名のギリシア語系で三人のアケメネスはさペルシア王の名として知られるギリシア語表記からアケメネスはさペルシア王名のクセルクセスに窃盗時をつけた派生系の人名と誤解されやすい古代ギリシアでの通称はマクロケルペルシア語父クセルクセス一世が国内の権力構想に巻き込まれて 護衛隊長アルタバノスに暗殺されると、首謀者と目された兄のダレーオスを探し出して殺害し、即位したとされる。即位直後の紀元前463年に、帝国の東部辺境バクトリアで反乱が発生し、さらには、エジプトトリビアでも反乱が起きた。これにこうして、アテナイが主導するゲロス同盟は、鬼門が指揮する200隻の戦団を派遣して、エジプトを支援し、 ペルシア王国と戦った。当初エジプト軍は優勢に立ち、メンフィスにこもるペルシア軍を包囲した。しかし、紀元前456年に、ペルシアの将軍メガビュゾス率いるペルシア軍は、この包囲網を破り、さらに、デロス同盟軍にパプレミスの戦いで大打撃を与えた。クニドスの歴史確定シアスの伝えるところによれば、デロス同盟は船50隻と、兵士6000人を失ったという。 しかし続くサラミスの海戦では、デエロス同盟側が勝利した。戦いにあぐんだ両者は和平交渉に入り、ダレーオス一世の代から続く、ペルシア戦争をギリシアと条約を結んで公式に終結させた。この条約では、キプロスとコアジアがペルシア帝国の支配下にあることが確認されたが、一方で大幅な自治も認めさせられた。ペロポネソス戦争では、 スパルタとアテナイの双方がペルシア帝国を味方にしようと格索したが中立を守った。ギリシアでは寛容な王として知られ、古国を追われたサラミスの海戦の英雄、テミストクレスの亡命を受け入れ、これを手厚く保護したという。また、宗教政策も寛容であり、旧約聖書の絵面記、ネヘミヤ記にその名が登場し、特に預言者ネヘミヤはアルタクセルクセスの側近から、 ユダヤ総督になったとされる。建築や碑文を残すことにも熱心で、首都ペルセポリスには、百柱の間を建設した。ギス・アバジ、RM、アケイミニード・インスクリプションス、テロン、シラーズ・ナビド・プブラケーションス、PP-129、ISBN9643580156、アルタクセルクセス一世から、世界大百科事典、第二波を平凡者、アルタクセルクセス一世。 奥西春海、日本大百科全書小学喚起、ミューアルファカッパローカエープシロミヨー太郎。ありがとうございます。